モントルー・オーベルラン・ベルノア鉄道は、スイス西部に、路線網を持つ、鉄道会社である。略称はモブ。その中軸路線は、レマンコ畔のリゾート地であるモントルーと、ベルン州のツバイ人面間の 62.4km で、山岳リゾート地として知られる、シャトーデイやグシュタードを通過する。この他に、ツバイ人面連区間を結ぶ支線も保有している。 モントルーからスイス連邦鉄道に乗り換え、ローザンヌ、ジュネーブ、またはマルティニー方面へ接続できる。ツバイ人面から BLS 鉄道に乗り換え、シュピーツ経由、インターラーケン、またはベルン方面に接続できる。モブ鉄道、BLS 鉄道、ZB 鉄道の3つの鉄道会社をつなぐ路線は、ゴールデンパス、またはゴールデンパスラインと呼ばれ、 スイストラベルシステムの絶景ルートの一つとして観光マーケティング活動を行っている。のどかな牧草地帯、雄大な山や湖の景観が車窓から広がる。モブ区間では通常の車両に加え列車先頭部に特別席があるパノラマ車両を連結するゴールデンパスパノラミックやノスタルジックなクラシック車両を連結するゴールデンパスクラシックなどの特別車両を 運行させている。2017年10月24日、日本の南海電気鉄道と姉妹鉄道協定を締結した。ありがとうございます。